おはようございますすカステルですこの番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役社長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤澄夫さんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます伊藤社長おはようございますおはようございます今週もよろしく、はい、お願いします ものづくりは外交の切り札というテーマで、先週から話を進めておりますが、先週、南太平洋の国、パラオの話をしました、はい、その時にどうしても伊藤さん、この話をしたいっていうのがあるんですよね、ねええ、パラオから数十分のところに、ペリリュー島っていう島が、小さな島がありまして、はい、あの山も何もないようなあの平たいあの島って聞いておりますけど。ええ そこに日本の軍が将来フィリピンまで来るだろうという前線基地として、ペリル島に基地を作りまして、はい、でそこでその滑走路を作ったりいろいろやっているときにです、ねえー、パラオ人が入ってきまして、うん、一生懸命その手伝ってくれると、うん、あの先週話したその歌を歌うとか。はい あの日本語しゃべるとか、とにかく人懐っこい、大体、うん、東南アジアの人民みんな人懐っこい人が多いんですけど、はい、まあ日本人と非常に馬があってね、うん、仲良くして、とにかく軍事施設をもどんどんペあのパラオ人がやってくれたと、うん、いうことで、いい関係が続いていた中で、ですね、はい、大法院から報告が入って。うん 来月ぐらいにアメリカ軍が、そのペリルと攻めてくるらしいという情報がありましたね。はい、もうこれ、太平戦争末期です。末期、うん、です。で、千九百四十四年の九月なんですけど。はい。で、その時に、あの、中川隊長。多分、この方は熊本出身で、まあ、昔から熊本は。侍さんやら政治がいい人が出てきて、僕は、あの、この方、すごく尊敬できる方だなと思うんですけど。その隊長が。ええー、近々にアメリカが攻めてくると。 たら君たちはパラオに帰りなさいいと言いました、うん、そしたら現地の人がもう泣いて怒って、隊長、今まで僕たちと仲良くしてくれるのは何だったのかと、うん、こんなとこそ一緒に日本の兵隊と戦いたいのに、お前ら邪魔になるから作戦できないと言われたんですよ、そういう言い方したんです、お前らが行ってはお荷物だとあ、あえてそういう言い方あえて行ったんですよ、うん、邪魔になるから、とにかく帰ってくれと。 一人のことで帰ってくれる邪魔になるということで、もうこれだけ仲良く日本人は優しくて一生懸命やって、滑走路も土運んでいろいろやったのに、こんな態度かと怒りながら船に乗って、出版するときに日本兵隊が海岸線に全部並んでタオル振ってお別れをしたら、そのときに気がついて、ほとんどのパラオ人が涙したらしいんです。それで3か月の作戦が終わって、 全滅しましまた当然パラオ人にしてみたらね、うん、我々がそこに残ったら我々も死んでたそれを中が体調が上から目線で邪魔になるという言い方して我々の命を救ってくれたということでこれは戦後20年30年語れ草になってるという話をパラオ人から聞きましたけどね。 私も24年前にパラオに行ったときに、やはりその話をパラオの人たちから聞きましたねリトのそうですかあのパラオという国は、本当に大小さまざまな島々が点在するというところでありまして、その島巡りの船に乗ったんですね、あ<ー>その時に綺麗な、サンゴ礁があって、綺麗ですねそそうそう、海の中に。うんうん ゼロ戦と B 二十駆が沈んでるんですよ。浅いところに。そう。<ー>これがね、本当にゼロ戦というのは錆びついてるんですが、<ー> B 二十駆はあの当時で戦後50年ちょっとなのに、うん、全く海の中でも錆びてない。ままははー。これは塗装の技術ですね。すごいなと、ままさに伊藤社長のお父さんが。うん あれですよね。名古屋のゴキソで、はい、そうです。ゼロ戦の部品をね、ええ、やってたですね。ええええ、そうですか。あ朝朝十メーターぐらいですか。ぐらいの深さですね。錆びてないんですか。錆びてなかったです。素晴らしいですね。ええ、うんですんでまあ今から振り返ると七十六年前の工業水準っていうのはそれぐらいの開きがあったんですが、うん、戦後日本っていうのは、うん どんどん追いつけ追い越せで、うん、今のものづくりをそれと比較すればね、ええ、本当にいい状況になってますね、今は。今、あれですね、うん、韓国の戦闘機のメンテナンスも日本企業がやってるといいいやいややってるんじゃないんですあの韓国の空軍が、日本が F35 をですね、 え200機ぐらい買うということを聞いて、はい、あの国は絶対日本には負けたくないという国ですので、はい、100機ほど発注して、まあ、すでに30機ぐらい入ってきたと思います、うん、それも後先考えずに購入したんですよ、で日常の点検、例えばオイルチェンジとかね、はい、その程度の元はもちろん韓国でやりますけど。 やっぱり車検に当たるような、機体を、うん、あエンジンばらしてオーバーホールとか、そういったあの2年に一度とか、何千時間に1回っていうメインテナンスは、日本の三つ星とオーストラリアかアメリカしかできないんです、うん、でそうしますと、韓国側としては、日本に頼みたくないでしょう、それ感情的に。えじゃあ、三つ星としては、三つ星工は戦犯国家と言われて、やりたくないでしょう。 でやったところでね、君んちの修理がまずかったから墜落したなんて言われかねませんね、あ<ー>だからこれ、やれないいと思いますよじゃあ、韓国にとってはせっかく戦闘機を、まあ、日本の向こうを張って手に入れたものの、のはいはい、メンテをしようと思うと、ええ、だから8000キロ離れたオーストラリアまでなったら、届きませんから、<ー>例えば。 空中、中油機ですか、給油機ねエア油機、エアタンカーとかですね、あるいは船に乗せるとか、これ、大変な時間とか、燃料費とかかかった、大変、しかもそこの辺で止めないような状況であれば、もう直しようしがないわけですねうんこれはもう大問題に今なっておりまして、はい、まあ、多分三菱星は、いじむでも受けないんじゃないでしょうかね。まあ 企業というようよな見方をね韓国内ではしておりますから、頼みにくいし、頼まれにくいしという、まあ、隣同士なんですけどね、ええ、まあ、こういう意地の張り合いっていうのは、ないに越したことはないんですけども、まあ、これも一つ、ものづくりが外交の切り札になってしまっている例そうなんですよ。ええ、人を入の 天下の一大事。先週あのパラオに行った時に橋が崩落してああゲインさんも不自由な目に遭いましたね。韓国の企業が作ったパラオの大きな橋が、うんはい、崩落したっていう事故が、はい、1990年代にありました。これは道路だけじゃなくて。はい 電気水道ガス、はい、ライフラインが通っているイフイそのライフライイフンのことで、これまた韓国のことでちょっと話したいんですけど韓国国,韓国国内のねはい、はいで、電気の配線とかいろいろありますね、うん、上下水道ありますね、うん、そのメンテナンスというか、もう40年以上過ぎて、<っ>やり直さなきゃいけない時期に来てるんです、<う>でそれをやったのが、実は三つ節であり、狭間であり、うもう韓国のようすべて先般企業なんです お願いできませんかって五社に来たんです。五社ともお断りなんです。あの <laughs> 韓国の企業でそれはできないものなんですか。いやいや,いやそれがね僕は下水とか水道やらそんなに難しいことかなというふうに思いますが、やはりソウル市内のねあのビルの合いますってやるようなこといろんな技術が我々製造業ではわからないような技術があるんでしょうね。絶対にできないんです。 いや確かにね、日本国内でも今、戦後長らく作って作ってしてきたインフラっていうものが老朽化を迎えて、それこそ高速道路の高架橋やトンネルの問題っていうのも記憶に新しいですし、あと僕らにも見えないようなところで都市部でもね、水道管とか下水管、ガス管といったものをもうまめに直してますよね。 ああいううことって本当に気が遠くななるようなそうですね、でこれね、僕ちょっとこれ、大変ですよ、まあ多分もう15年は持たないんですで、いつまでだっても日本の先般企業といわれる企業がね、手を貸さないことには、本当にそう、大変なことになります、うんね。だからそういったことの先のもとを考えてね、いろいろ発信すればいいのになって。 ちょっとかーってきて、気分悪かったら、思い切りなんでもかんでも言ってしまうっていうのは、やっぱり国としてはちょっとまずいですなあの出方はね、まあ日本の民間企業にお願いするっていうところで起きている今の問題ではありますけれども、うんうん、ただ、今、伊藤さんの話すことが本当であれば、うん、10年、15年で韓国国内のインフラが持たなくなる持たないです全く持たないですね。ね 取れる方法は2つですよね、はい、1>, 1つは韓国の企業でそれだけのことが10年、15年後までにできるように無理です、実は20年前から分かっておりました、寿命が、でいろいろやってみたんですけど、できないんです、すべてじゃないですよ、うんあの、例えばメンテナンスが20、30あるとすれば、そのうち半分以上がどうしても日本でないとできないというのが分かってきましたね、うん、で頼みに来たのが、えっと今年になってからかな。 じゃあもう一つの方法としては、これはもう、企業としてはね、断る権利もあると思うんですよ。でも、どうしてもお願いしなきゃいけないっていうことは、ここで初めて国と国との交渉になるのかなとそうですね、まあ、多分最終的には日本がやってあげると、僕は思いますよ、例えば30%高くしてとかね、でやるんじゃないでしょうかね。ああののままですと本当にあの もがまいんです、まあ、まさにあの韓国も大統領選挙がどうなるかっていうことが伝えられておりますけれども、どうしてもあの国民の人気を得る、うん、まあ当然そうなんですけれども、何をするかっていう政策の部分で、こういったことが出てこないと、ね、ちょ<と>っしゃる通り、ね、と大変です、ね、その選挙のためにとか、ここにえー、支持率が下がったら、国民から人気を取るために、 日本に対してむちゃくちゃな言い方を、むちゃくちゃなんですよ、言い方をしてきますね、うん、それが今になってそういった問題が出てきたということで、デモがあって、ムン大統領は日本に謝れと、謝って、これから仲良く付き合ってもらわな、韓国回っていかないということまで言いかけましたね、ちょっと遅すすぎますね政治がどういうふうに動いてるかっていうことは、ニュースで伝わると思うんですけれども、うん、うん、国民が、 本当に代表するような意見は何なのかっていうことが僕ら自身も見えてないっていうところは、まあ、少なくとも半分以上はその心よく思ってない文大統領に、ね、思ってないと思っておりましてもそれは発言できないという国ですからと日本のことを褒めたらその法に触れるようなあ法律ができましてねだからこれは本当に韓国これ近未来どうするんでしょうね。 来週もまた話の続きをよろしくお願いします番組では伊藤社長の最新刊日本製造業の交代は天下の一大事を抽選で毎月10名様にプレゼントしていますご希望の方は番組の感想と住所指名電話番号を書いて ito.tokairadio.co.jp までお送りください当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます 伊藤のの天下の一大事出演は株式会社伊藤製作所代表取締役社長伊藤澄夫さんお相手は現石カステルでしたまた来週